中国庭園また園林とは、中国に古くから伝わる庭園で、伝統的芸術の一つであり、東アジアの庭園にも大きな影響を与えた。中国庭園の歴史は長く、歴史的に分類すると、成成期、転換期、前世期、成熟期、成熟後期と5つの時期に分けている。一番目大きな特徴は、い石、木、橋、金5つの要素を組み合わせて、 世の中に存在しない、鮮度、桃源郷を現実化させることである。この五つの要素はどちらにかけても、中国庭園になれない。分類的には、高下園林、私有園林、寺病園林、画書園林、主導園林、書院園林、仏教園林などがある。美学的には、水墨画、漢詩、道教、仏教、宗教、高老務の要素も取り込み、 中国人独自の美学が表現して、日本の庭園と衣装共通の点もある。代表的な中国庭園は、秘書山荘、岩園、蘇州古典園林など、その中にも数多く世界遺産に登録されている。中国庭園の特徴の一つに究極橋、太鼓橋などが挙げられる。中国では、宮城や離宮、 両母あるいは師弟や仏教寺院や道館文道など、あらゆる建築に庭園が伴い、独自の環境文化を発展させてきた。古くは、新鮮思想に傾倒した旗はじめ皇帝や幹部帝が営んだ海浜風景をモチーフとして、宝来山と称する中の島を置く、新鮮式庭園が流行した。日本の浄土庭園も、その影響を受けている。こうした美しい庭園に対し、 南北朝頃から、地大ブラの陰遁思想を反映して、自然のままの風刺を重視する、臨戦式庭園が、また随東代にない手や運河を改作した船、有識庭園が営まれたが、壮大になると、文都らが、禅宗思想の影響で、滋賀芸術を造園に組み込んだ、いわゆる文人庭園が成功し、現在見る、中国庭園の原型が形作られている。 マルコ・ポーロはすでにヨーロッパの庭園とは全く異なる中国庭園について紹介していましたが彼の説明はヨーロッパの庭園デザインに大きな影響を与えるにはあまりにも曖昧でした。これについては後にイエズ・ス会・マッテオ・リパによって中国への旅行で多くの彫刻と共に中国のガーデンデザインの像をもたらすことができました。イングランドへ彼が訪問時に イギリス貴族に多く愛、そしてすぐに、その美しい庭園デザインについての考え方を受け入れていきました。20世紀には、第18回シノワズリーファッション博の一環として、中国のモチーフがヨーロッパ中で採用されました。中国庭園と塔の残響は、ドレスデン近くの算数詩、ベルサイユ、シェーンブルーン、ピルニッツ城のエキゾチックな家具に残っています。ありがとうございます。